書記官の右上、身を傾けながら、廃部を吸っているキーシュのオタマーン、ルーシの鬼と呼ばれたイヴァン・シルコー。キーシュのオタマーン、または、コショビーで、普通選挙によって選ばれていたが、任期は1年のみであった。キーシュのオタマーンは、戦時には無制限の権力を有していたが、平時には他のコサックの長官とコサックの議会とともに、協議制に基づいてコサックの内外政を司っていた。彼の権力の象徴は、鉄の土矛であった。キーシュのオタマーンの義務は、地域の総合議会を開くこと、長官の会議で議長を務めること、他国勢力と接触して外交を司ること、戦利品、税、領地、牧場、狩り場、漁場などを平等に分配することであった。彼は、コサックの議会の指名に基づいて、コサックの政府の長官である軍の書記官、軍の裁判官、軍の取締役を任命し、さらに選決によって、地域の長官、聖職者、雑務の長官、太鼓役、通事役、度量公役、砲兵長などを任命していた。また、キーシュのオタマーンは、最高裁判官として、軍の裁判官が出した判決を執行することが義務付けられていた。キーシュのオタマーンが、シーチを不在の折に、彼の留守居役は任命、オタマーンに任されていた。16世紀から17世紀半ばまで、キーシュのオタマーンに選出された人物が、ヘイチマンを自称したことがあったが、1649年以降、ヘイチマン国家というコサックの国家が成立すると、用語の使い分けが明確化した。すなわち、ヘイチマンはその国家の元首と、ウクライナコサック全員の統領となり、キーシュのオタマーンは、シーチに属しているコサックのみの長となった。18世紀以前のシーチの古文書は、喪失ないし未発見であるため、キーシュのオタマーンの起源については、不明な点が多い。ありがとうございます。